我々高研究室では原子一層の材料グラフェンというものを用いて透明なアンテナを作りました。グラフェンは炭素原子わずか1層のシート状の材料です。原子一層でもかかわらず非常によく電気を通します。原子一層と非常に薄いので光学的に透明です。目に見えません。それ以外にも炭素原子のみで構成されているので金属を使いません。それからフレキシブル性に富んで曲げたりしても使えます。実際に作成したグラフェンのダイポールアンテナがこちらなんですが、ここの羽の部分ですね、羽の部分がグラフェンでできていて目に見えないというふうになっています。でこちらが透明なグラフェンアンテナを2つ用いた送受信のデモンストレーションです。こちらが、出力、こちらが受信ということになっています。黄色の線が今受信している電波のレベルを表しているものです。今ここに手をかざしてみます。ご覧のようにこの黄色の線が、下に大きく下がりました。これ電波が遮られているということです。では戻します。はい、受信レベルが戻りました。このようにして、グラフェンという炭素原子わずか1層の非常に薄い透明な膜を使ってアンテナが作れる、しかもそれがきちっと電波を出し電波を受信することもできるということを示した研究成果を今回発表しています。その透明なアンテナっていうのがやっぱりそのこれから通信量がどんどん増えていってアンテナの数が増えてくるんですよ。でアンテナの数が増えていくってなるとやっぱりその今までの従来の金属のアンテナだと外観を損ねる、もう設置される場所が限定されるっていうのもあるので、透明なアンテナがあればいろんなところにアンテナが置いて、例えば自動車のガラスだとか、ビルのガラスだとか、そこに見えないけれどもアンテナがついているということですね。つまり景観を損ねることなくアンテナを設置することができるということですね。実際に人の役に立つような、社会で役に立つような技術を生み出すというのが僕ら の目標であります。その中で学生さんたちが研究を通して、いろんなことを学んで、社会で役に立つ人間的な力を培ってくれるということが、それが一番私は嬉しいことかなと思います。